どうしたえっちゃん、こんなんでいいんか、こんなんでいいんか、ビビってる場合か、ゆっくりよハンドル、ハンドルシュルシュルってして、熱血久保塾暑い暑いというわけで、そんな灼熱の群馬サイクルスポーツセンターから今回熱血久保塾お送りするのはえっちゃんです。こんにちは、えっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この熱血久保塾という非常にローカルなこの企画知ってましたか？はい、すいません、出るにあたり見させていただき、ありがとうございます。おっす、一応見ていただいているということで、はいはい、一応歴史があって、今年の冬かぐらいにここで、熱血久保塾第1弾を取り、はい、その時は雪上で、はい、マニュアルの一足発進がしてみたいという謎の企画から始まりまたここに戻ってまいりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一応チャンネル登録者です。あ、え、私ですか、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回えっちゃんと一緒、えっちゃんでいいですか？はい、もちろんです、はい、りんちゃんすいませんというわけでりんちゃんとえっちゃんでお送りしますが、今回は何をするかというと、えっちゃんドリフト初挑戦ということで、ずっとやってみたかった、ついに来たえっちゃんのドリフト。だって私イニシャル D めっちゃ大好きなんです。なるほど、あんなドリフト憧れるでしょ。確かに。だから今日私はついにドリフトができると聞いて、もう朝からおっとそわそわしちゃって、そわそわしちゃってどうしよう、どうしよう、回れなかったら大丈夫です。ここ熱血久保塾今のところ達成率 100% できてるんで、すごいいい塾。そうですね、まあ2回か3回しかしてないですけど、まだそのまま 100% を維持し続けたいと思ってるんで、はい、まあ、最初僕がちょっと運転でドリフトってこうですよみたいなのを軽く教えてから、もう早速、はい、まあまあもう見るよりもやってみないと分かんないですから。意外とできちゃうかもしれないですね。そうですね、ええ、まあ、気合と根性、センス、気合根性、センスでいっちゃうかもしれないんで、あ、ごめんなさいね、ちょっとすごい尺足りなかったら申し訳ないです確かにすぐできちゃってね、すぐできちゃって、あ、確かに、なんだよできんじゃんみたいになったらすいません。それではえっちゃんドリフトに挑戦します。じゃあ参ります。はい、参られます。まずは、はい、まずはね、大事なこと、はい、しっかりアクセルを踏む、踏む、遠慮せずクラッチをつなぐ、つなぐ、はい、空転が始まったら、はい、それをアクセルで、維持し続ける、はい、この3つです。はい、カウンターステアとかやったことありますか？何にもないです。何にもない、 OK です。赤ちゃんだと思ってください。 OK、はい、まず横に見るんでちゅよ、はい、はい、自分の大体この横ぐらいでいいでちゅ、目標は、はい、そしたら、ギアを1に入れまちゅ、はい、ハンドルを右に切ります。でアクセル多めに吹かします。そしたら遠慮なくクラッチをつなぐ、ね、あ、でも言ってることは分かった、分かりました。もしかしたら私一発成功するかもしれない。やば、マジでっていうハードルの上げ方しちゃっていいですか？やってみますか。やってみよう。中古車買取ホット、車買取専門店、豪華査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。あやおや、どうしたえっちゃん。こんなんでいいんか。こんなんでいいんか、ビビってる場合か。70万人見てんだぞい。めっちゃ右に言います。煽ってつなぐ。おい、まあファーストステップね、これがね、はい、今とりあえず、はい、半分までいけたね、はい、次はじゃあこれを一周つなげる、はい、一周つなげるのにはハンドルをちょっと戻してからね。いいね、センスあり、えぐ、うれしい。はあ、もう言う前に分かっちゃってんだもんな、もんな。いきます。いいよ、ハンドル。半分でもまあパイロンってものがなければ、はい、まあ、とりあえず今一周してるね。あ、本当ですか。うん、今とりあえず一周はしてる。どうする、ちょっと秘策やる。秘策お願いします。止まんなくていいから、はい、一足でこのパイロンの周りをちょっとぐるぐる回ってみて。あのブーンってやんなくていい、そのままもうつないだ、クラッチつないだ状態で、あ、もういいよ、ゆっくり発進して、ゆっくり、そう、そのまま、そのまま、そのまま徐々にスピード上げて、
よ、アクセルグンって踏んでごらん。ほら、リア出そう。いいよ。あー、リア出そう。ほら、来るよ。回った。そう。今のがもっと早くカウンターが早ければいけちゃうの、今のでも。レッツゴー。はい、戻す。そしたらもう一個次ね、はい、ちょっと回る円を大きくしてみよう、はい、でやってごらん、もう一回。はい、先生。もうちょっとパイロンから離れたところで、あ、いいよ、このままぐるーっと回り始めちゃって。パイロン気にせずやってみてもいいですか。あ、いいよ、もちろんもちろん。くるよ。回りがもう大きくなりたい。じゃあもう一回さ、そのパイロンさ、近くなくていいから、このままでいいから、ぐるっと大きな円にしてみて。ちょっと距離取りながら、もうそんなもんでいい、ハンドル、はい、こんなもんで、こんなもんで、大きな円、くるよ。アクセル、アクセル、アクセル、惜しい。今惜しいよ。今アクセル踏んだら繋がったって。本当ですか。アクセル踏むとよく、むずアクセルね、踏むと思うからダメよ。速度一定でリア出るところから。何でそうなるかを多分今まだ理解できてないからなだけだと思うから、はい、一回俺やろっか。お願いします、ね、様子見ます。様子見よう。ハンドルこのまま一定でいいから、アクセルブーンって踏むと回る。ハンドルシュルシュルってしていい。よっしゃ、行ってみよう。頑張るで。頑張ろう。それは、ね、出ないけど出るよ。おい、ぽい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 。今のこういうオブザイヤーなんだよ。それはね、アンダーなんだ。あ、今のを踏まえてあそこで一回やって。いいよ、見ますね。いいよ、ゴー。来るよ。多分今アクセルを踏まなきゃいけない状況を自分で作ってる。なんでかっていうと、ホイールスピンが少ない、最初のおーおーってなってきた。そうするとホイールスピンが少ないから、リアを出すために踏まなきゃいけないでしょ。踏まなきゃいけないから踏んでるけど、リア出るときにはそれが一気に来ちゃう。だから最初のホイールスピンはもっともキャーからいった方がもっとスピードがゆっくりできる。そうなんですね。そうなんですよ。しっかり煽る。まあ今のも少ないね。今のも少ない、うん、ラスト、ラスト行こう。本当のラストです、先生。頼むで。しっかり煽る、めっちゃ煽る。おい、来るよ、ハンドル。これを上げちゃったからね、踏み続けなきゃいけないですね。踏み続けるのもそうだけど、ハンドル戻すとかもいろんなのをもうちょっと連動しないといけない。これいい方法があるんですよ、はい、えっちゃん、いい方法教えてあげる、はい、ちょっと休憩するといいよ。休憩します、うん、頭がリセットされるから。はい、先生。ちょっと後編に続こう。後編に続く。えっちゃんの ORZ からこのエンディングが始まるのか。いや、それっぽいっていうのはあったんですけど。ありました。なんでビビっちゃってますね、私。あとは多分ドリフトのイメージもあるし、はい、頭の中で今何をしなきゃいけないのも分かってるんですけど、じゃあいざその場その時になるとちょっと何したらいいか分かんなくなる。これはめちゃくちゃあるあるです。こんな時に大事なこと、はい、いいですか。集中して頑張りたいけどうまくいかない、そこのあなた、ちょっと休憩します。後編、エッチャンネルの方で。すいません、でもエッチャンネルで絶対成功させたいと思います。皆さん、エッチャンネルの方へお引っ越しください。お知らせがあります。この度、アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。
モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。